菅の南越国征服は、漢朝が南越国を征服し、現在の関東、厚生、ベトナム北部にあたる領域を併合した戦争について述べる。菅の武帝は、紀元前111年頃に懲罰として、南越国に遠征軍を派遣し、これを征服した。峰南地方は、始皇帝の時代に、真の支配下に入った。しかし、真の崩壊の混乱に乗じて、 旗の武将だった、蝶託が自立し、南越国王を自称した。蝶託は、現在の河北省政帝県の出身だった。韓が成立して後、南越国は、韓の南辺を脅かすことをしなかった。紀元前196年、韓の高祖劉法は、陸下を南越国に派遣し、正式に蝶を王と認めた。しかし、両国の間には、 しばしば緊張が走ることもあった。菅の両方は南越国への金属製品やメスの家畜の輸出を禁じ、調達を憤慨させた。紀元前183年、彼は南部三角と称して菅の皇帝と同等であると宣言した。2年後、南越国は菅の反国である調査国を攻撃した。紀元前180年、陸下が再び、 南越国に施設として到来した。彼は、長太を説得して皇帝号を取り下げさせ、名目的な官の総主権を認めさせることに、成功した。長の玉位期限百137年、長太区が死去した。孫の長が後を継いだが、紀元前百135年に、古史の攻撃を受け、官に救援を交うた。官はその見返りとして、長の子、長英才を長安に送らせ、 彼を宿営に入れた。南越国は男への心霊を怠っていたが、漢が特にそれを咎めることもなかった。紀元前113年、漢は南越国の長教の母である大号九氏を老落して、長教に入庁を進めさせた。これは、軍国制の下で存在している漢の反国と同様に南越国を扱うようになるという意味であった。九氏はもともと菅人で、 南越国王、朝英才に嫁いだのであった。しかし、南越国の大臣の多くが入朝に反対した。最小の両ヨシは反対勢力の先頭に立って、大豪九死と対立した。紀元前112年、入朝反対派は、大豪九死と菅の施設である暗黒正規を処刑し、これが菅の大規模な水軍の侵攻を招くきっかけとなった。二人が処刑されたのを見て、 韓は南越国に反抗の意思ありとした。まず武帝は、半千秋に2000人の兵を与えて、鎮圧に向かわせたが、半千秋は南越国軍に敗れ戦死した。すると韓は六軍を編成し、10万人の水軍で南越国に直接侵攻した。その経路は、南の海からとも、四川から西へを伝ってのものとも考えられる。紀元前111年。 老船将軍用僕と副派将軍の広典らが南越国の首都バングに迫った。結局南越国はこの年のうちに艦に降伏した。南越国を滅ぼした艦は後地に旧軍を設置した。またこれは艦のさらなる南方拡大への先駆けとなった。南海への出口を手に入れた艦は東南アジアやインド洋につながる交易に乗り出して行くことになる。 abc 呂 1987a128ab u 1987451452abcd u 1987452ab 呂 1987a136abcdefg u 1987453abcd u 1987452 453、U1986 45、P453、ホルカム2001、P150、モートンレイス2004、56、U1987、458、ロー1987ビット、579。ありがとうございます。